シスター・クラリスの奇妙な一夜。彼女がそのレストランを訪れたのは行方不明の子供たちを探すためだった。噂を聞いたのだ。孤児院の子がこの店に入っていくというその姿を見たと。しかし応対した支配人の男は残念そうに首を横に振る。そのような心当たりはありませんね。それを聞いてがっくりと肩を落とすシスター。すると支配人は彼女をレストランの一番良い席に座らせた。せっかくですから何か食べていってください。ああお代なら結構ですから。ありがたきお言葉、実は昨日から何も食べてません。子供たちが心配で。好意に甘えることにしたシスターの前にやがて美味しそうな料理が運ばれてきた。白身魚のソテーだろうか。それを見て彼女は申し訳なさそうにうつむいてしまった。教えにより生き物の肉は口にできないのです。シスターがそう断っても支配人は引き下がらない。そんなことをおっしゃらず、ここは神の目も届かぬ森の中ですから。仕方なくシスターはナイフで魚の身を切る。一口だけ食べてまいろう。そんな風に考えていたところ、彼女は料理の中に何か硬いものがあることに気がついた。シスターの顔が青ざめる。それはレーナが身につけていたブローチだった。泳ぐのが得意なレーナが海で集めた小石を組み合わせて作った手作りの。どうしてこんなものが森の中にあるの。少なくともあの子はこの場所に生きていた。ふと気がつくと、いつの間にか支配人の姿は店内のどこにも見えなくなっていく。胸さばきを覚えた彼女は思わず席を立ち、店の奥へと忍び込んでいったのだ。途中の廊下で小さな靴が落ちていた。シスターは再び青ざめる。それはマルクの靴だった。彼の足が速かったことを彼女は思い出す。ひときわ異臭が漏れる扉の前に立ち、シスターは恐る恐るそれを押し開ける。そこは血と肉のこびりついた調理場。コックの顔をした男の顔は煙くじゃらだった。日本足で立つ犬の囚人よ、包丁についた血は一体誰のもの。作業台の上では赤い猫が皿の支柱を舐めている。浮かんでいる具材は間違いなく人間の指だ。無数の指の中の一つ、そこにはめられた指輪をシスターが見た。あれはエマのもので間違いない。恐ろしい想像がシスターの脳裏を駆け巡る。振り返ったシスターの前に立っていたのは2羽のウサギと巨大なクマだった。シスターは叫び声を上げ、その場に倒れ込んだ。薄れゆく意識の中、徐々に迫ってくる絶望の足音。気を失う直前、彼女が見たのは額に角を生やした少女の顔だった。目を覚ました時、彼女は孤児院に帰ってきていた。そしてその後、行方不明の子供たちも全員無事に孤児院へ戻ってきたのだ。子供たちは数日間の記憶を失っており、そしてとてもお腹を空かせていた。レーナやマルクたちが唯一覚えていたのはフルートを持った双子のウサギの姿だけだった。あのレストランは建物ごと森の中から姿を消した。まるで最初から存在していなかったかのように。そして平穏な日常が戻る。子供たちのためにおやつのブリオッシュを焼きながら、シスターはこんなことを考えていた。もしもあの時、出された料理を口にしていたならば、私は一体どうなっていたのだろうか。